ランチです。今私は金馬通りですね。金馬通りです、はい、あの向こうの方に見えてる、フランスの ODA の、地下鉄メトロですね、はい、ずっとあの高架が続いてここまで来て、でこの辺りから地下に潜るんですよね、はい、地下に潜って、この辺りはもう平地というか、この下を、電車が走るんですよね。で向こうの方に見えてるビンホームメトロポリスですね、前ぐらい、この今新しく建っているあのビンホームメトロポリスの前あたりが地下鉄としての、地下の駅、金馬駅になるという今の予定なんですよね。ちょっと今は車幅がこう狭くなってしまってて混雑はするんですけど、これ順番に向こうからずっとあのハノイ駅ですねまで伸びるので、向こうの方にどん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 工事が進んでいくにつれて、ここはもう塀はね撤去されて、でここも広くなると思うんですよね。でここのちょうど今ねこうサイサイっていう前、やってた鳥の美味しいねお店があるんですけど、これの真横のこの建物、はい、これ実はサービスアパートなんですよね、はい、で1階部分だけがこういう店舗ですね、店舗、店、はい、そしてどうでしょうか、姉ちゃん何平米？42平米、553金馬、はい、でちなみにこの横はあの焼肉さくらですね、焼肉さくらさんの桜ビルが建ってるんですよね、はい、これに挟まれてるここアパートの1階部分なんですね、ここ、はい、まあ、何に向くか、飲食はちょっと違うかな、これだけのスペースなんで42平米、ね、天井も高くて結構いいですよね、でエアコンも大根エアコンがついてます、はい、こんな感じですね、こんな感じ、はい、まあまあの間口かな、はい、本当に42平米の成形の形で、でこの裏側が、アパートの方々が出入りするエレベーターですね、これサービスアパートでもあります、はい、入り口がこちらにもあるんですけども、まあ、お店の入り口はさっきの金馬通り沿いですよね、はい、通りが非常にあの車通りなので、まあ、大きくね、いろんなお店の看板を掲げると、はい、目立ちますよね、とってもね、はい、いい感じだなと思います。裏側にはこういうね、僕も初めて来ますねこの辺来ないんですけど、ホームバー&カラオケ、漫画コーヒー、なんかこんなのがいつの間にやらできてますけど、はい、で、ここですよね、これは裏側、はい、この建物、あ、この建物じゃない、ここですよね、はい、でこの横はサイサイさんですので違うんですね、はい、アパートのお客様はここから出入りしますね。でお店の出入り、店舗の1階店舗の出入りは、こちらと元に戻りますね、金馬通り、はい、金馬ですね、ここですね、はい、今ご紹介していますこちら、これこれですね、ここから出入りします、はい、目立ちますね、とてもね、はい、何にいいか、42平米、はい、詳しい情報とかね、オーナーさんの方から聞いてますので、詳しい、前向きに検討したいという方は、いち早く羽